こんにちは、ハワイトーコナです。あそこを通っているのは、走ってるのはアリードライブ。お隣のコナショワーズが見えます。今日はこちらの、アリービラ。コンクリートなんですよね、建物が。何度も言ってますが、コンクリはね、やはりハワイ名物の、シロアリさん、この対策にね、ちょっと魅力的なんですよね。プラス、ペットちゃんも OK です。212、どこでしょうか。今日はね、ルーバの新しい売り出しのワンベッドルームのユニットのご紹介です。ここね、プールなんですよね。あっちですね、看板いい感じで出てます。ここもね、本当に手入れが行き届いていて、綺麗なコンプレックスですよね。バケレンにもいいです。泊まってみたいけど高くて泊まれません。ここね、真ん中、この大きな木のこの屋根の、緑の屋根の向こうがプールで、あの先が海です。どこでしょうか。矢印があるので、こっち、212だからここじゃない。はい、ちょっと見ていきましょう。タラッタッタ、3階あ、違うじゃん。間違えましたよ。違えたんですよ。あそこにね、212って書いてあるから今ここ入ってっちゃったんですけど、ほら、こっち見てね、コートニーです、コートニー。えい、見に来ます。ここの2階ですね。3階階段ちょっとしんどいですけどね、2階なら、まあまあ、お隣の小生階のテニスコートです。よし、あ、網戸ドアいい感じですね。お、綺麗じゃないですか。ちょっと見ていきましょう。はい、今のスクリーンドア内側からでございます。これ新しくなってますね。いいですね、綺麗です、綺麗です。よくね、結構、まあ、正直言って古いのがあるんですが、綺麗に張り替えられてる感じです。ユニットの内側に入ってきますと、このようにこの部分ね、これタイルですかね。うん、タイルですね。で、あそこからフローリングになっています。全体でね、大きさはおよそ57平米、ワンベッドワンバスです。入ってきますと、まっすぐ行くとあちらがリビングダイニングキッチンなんですが、こちらね、オーナー様の、ここは所有物でしょう。ちょっと鍵がかかっています。このように、ウォッシャーとドライヤーがあって、で、その横がバスルームですね。あ、タイル綺麗ですよ。タイル調ですね、これ。で、このカウンタートップも綺麗な石でございます。この蛇口等もね、新しくなってますね。バスルームはバスタブがついてますよ。ピカピカな感じではないんですが、オリジナルでもないですよね。換気扇とかシャワーヘッドとか変わってますね。オリジナルじゃないよねっていうのは、1973年築ですので、これはね、どう見ても73年ではないですね。まあ、特にこのバニティのところ、これとっても綺麗に、リノベされています。電気も新しいですね。天井はね、ちょっとオリジナルですね。これね、73年のちょっとポップコーンシーリング。こちらもちょっとね、キュートレトロな感じでしょうか。ベッドルームでございます。アリービラはね、原則として基本的にエアコン取り付けできないんですよ。なのでね、皆様こうやってポータブルの
外付けじゃなくてこういうあの可動式 の、 あのエアコンをつけてる場合が多いですね。大きな、これはでもクイーンサイズかなのベッドが入ってます。あ、珍しいミラードクローゼットになってるんですね。ちょっと開けてみます。珍しいパターン、よくねウォークインクローゼットになってるんですが、はい、ミラードクローゼットになってました。あと思い出したんですけれども、よくあのワンベッドのユニットであのこうドアを開けるともうすぐこう便器に当たっちゃうパターンが結構あったんですよね。ですけどこのユニットはねいいですね、その点ね。ところどころリノベという感じでしょうか。はい、じゃあこちらねリビングエリアに入っていこうと思います。床はこのように今風のフローリングに変わっています。こんな感じでね、オープンコンセプトになっていて、右手がここ、ちょっと待ってくださいね、見てみましょう。パントリーじゃなかった、憶測で物を言うなですね。収納いいですね、奥行き結構あります。かなりいろいろ収納できます。でもということはパントリーがないじゃんっていう感じだけど、細かいこと気にしないですかね。なるほど、ここがまたさっきのバスルームとあの玄関入り口、玄関入り口だ、バスルームじゃないですね、失礼、タイルがタイルになってます。このようにキッチン白と茶色でね、ちょっといい色合いで、ちょっとこうやって見ると素敵に見えるんですが、正直なところ申し上げますね、ちょっとやっぱりねかなりこのオリジナル感がたっぷりですね。わかりますかね、遠くから見るとねやっぱりわかんないんですよね。あと動画で見てもね本当わからないところいっぱいあると思うんです。実際に見てみるのがね本当一番なんですけど、これも絶対違いますよ、絶対違います。もう閉まんないです。はいはい、にょ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 。あとここもそうですね、木ですね、木でちょっとなんか合板を張った感じです。こう多分ですけど73年のままだと思います。収納スペースねたっぷりありますね。これ多分バケレにやられてるんじゃないでしょうか、今どうなんだろう、電子レンジとそれからフルオーブン、これはねピカピカでもないけど結構綺麗ですね。ここは変えたいかな、ちょっとあそこ割れちゃってるし。あとこれ見て、すっごいレトロじゃないですか、こういうのね。昔おばあちゃん家とかなんかの鍵あんな感じでしたよね、懐かしいわ。で、こちらが流しで、食洗機もしっかりついています。はい、でキッチンからこのようにリビングが広がってございます。な感じですね。全体でね57平米ございますので、ゆったりとした感じです。例えばですけれどブロアップマットレスとか置いたらね、もう一組寝れますよね。あとこれ多分なんですけど、あれソファーベッドだと思います。リビングの、端っこから、反対側対角線にキッチンを見ますと、はい、このような感じでございます。そこにねちょっと左手ミラーになってるので、自分が入っちゃうとあれなのでちょっと今一回止めました。はい、リビングキッチンから今最後に裏内に出てきました。とっても風通しが良くて気持ちがいいです。ここリビングですね、というかダイニングというか、これタイル新しくなっていると思います。こういうのが置かれているところがちょっとバケレンの感じがいたします。この物件はですね現在所有権付きに切り替え中でございます。所有権物件としての引き渡しになります。はい、ですので、価格がね所有権の通常の物件と同じような価格帯になってございます。ワンベッドワンバスで、広さおよそ57平米、1973年築でございます。アリービラのガーデンビューですね。こちらのところどころ部分的に、リノベが済んでございます。こちらのキュートなワンベッドのユニット、
54万と5000ドル、日本円でおよそ8300万円での販売でございます。それでは皆様、最後までご視聴ありがとうございました。ぜひチャンネル登録もよろしくお願いいたします。また次の動画でお会いしましょう。ではでは、良い一日をお過ごしください。あ、ちょっと海見えますなっち。ではではまた。はい、おまけでございます。今回の売り出しユニットはこちらでございました。アリードライブからね、あそこアリードライブなんですよね、3つ目4つ目ぐらい、まあ十分セットバックしてるので通りの音は全く気にならないです。それから、先ほども申し上げましたが、このコンクリのねメリットというのは、そうシロアリさんだけじゃなかった、音ですよね。上の音も響きにくいです、っていうかほとんど響かないです。はい、この間ね、どこでしたっけ、コナマンションズかな、随分あの上がねドスンドスン聞こえましたけれども、プール人がいるかな、ちょっとね見てみましょう。プールとね、それからバーベキューエリア、本当にとっても素敵なリゾートでございます。あ、誰もいないですね、ナイスです。というわけで、ではでは皆様また。